今日午後、草市で住宅が全焼する火事があり男性が手にやけどを負って病院で治療を受けています命に別状はないということです消防によりますと今日午後3時ごろ草市末尾市町二の方で自宅の風呂場付近が燃えているとこの家の住民から119番通報がありました火はおよそ1時間50分後に消し止められましたが この火事で木造平屋の住宅一棟が焼けました。この家には夫婦と息子の3人が住んでいて、火事に気づいて逃げ出す際、息子が手に火傷を負い、病院で治療を受けています。命に別状はないということです。警察と消防は、明日実況見聞を行い、火事の原因を調べることにしています。